こんにちは、ベノックゴルフの奥田です。今日も後ろ中さんに来てもらいましたお願いします。今日は質問コーナーということでね、パターの重さってどのぐらい重要なのかということを知りたい。はい、知りたかったです。はい、それで登場したのがこのパター。今日これが何か覚えてるかな、後で説明しますけど、はい、このパターには鉛が貼ってます。こっちは鉛貼ってない、はい、これを普通みんなペタペタペタ貼るけど、そうですね、大丈夫なんみたいな、はい、まあ、専門家がきっちり貼ったらいいもんになるけど、はい、適当に貼るとちょっと微妙かもしれませんよ、うん、まあ、なんでこの重さが大事なのかをちょっと語っちゃおうかな。はい、ね、ぜひお願いします、はい、では本編へどうぞ。パターの重さの違いについてちょっと知りたいです。あ、前回でも女性用には男性用のパターン重い重い言うてね、はい、ちょっと何度か言ってたもんね、うんうん、パターってね、まず一番大事なのはまっすぐ向くことやと思う。そう思わない？そう思います。で、次に向いた方向に打ち出せるってことも大事よね。うん、そうですね、うん、向けてたら入るっていう気持ちになれなあかんや、うん、はい。で、次に大事なのは縦距離が合うっていうのが大事よね。そうですね、距離感です。縦距離が合う合わんっていうのが重さにかなりの重要度が入ってるのかな。例えばベノックでフィッティングしたらさ、はい、ロングパット打ったら誰でもまっすぐ狙ったところに行けるパターを渡してるの、はい、でもほとんどの人がロングパットが狙ったところにまっすぐ行くことにびっくりしてはるわけ。なんでか言ったらロングパットを打つと手元がずれて打点がばらついてまっすぐ行かへんと思ったり、はい、重くってちゃんと当たらへんのちゃうかなと思うから失敗するの。はじめ軽いパターで打ったらみんなね、重さは軽いからね、ちゃんと振れるわけよ。ある程度までいったら重なりすぎたら向いた方向に溜まって出んようになる。だいたいパターの場合は右打ちやったら右に行っちゃう。悩み出したら、うん、みんな重たくするじゃないですか、うんうん、それがつながってるってことです。重さとの関係性ってあって、はい、悩み出したらねバックスイングがゆっくりなの。丁寧にゆっくり上げたらヘッドがしならへんから、切り返しのタイミング分かりにくいからヘッド重くしなあかん。ゆっくり上げるようになってきたらヘッドが重いのが必要。早く上げてたらヘッドが軽いのが必要。でグリップ優しく握ってたら軽くってもいいけど、はい、握ってたら重い方で、そういうののバランスをもとにフィッティングするんやけど、はい、このシャフトを入れたらぴったり合うんか言ったらそうでもない。このシャフトで切り返しのタイミングが取りやすいヘッドの挙動が手元に伝わるようにしてあげなきゃ。で、このパターは鉛も何も張ってないや、はい、これが牛の中さんのフィッティングの時に作ったパター。はい、でその時重さが軽いから貼った5枚ぐらい貼ってあるわ、はい、その時重くした、はい、でこのパターは鉛を貼らずにその重さにした、はい、これがなかったらタッチが合わへんが、要はただただ強く振るだけやったら重さって軽かったら大丈夫、はい、重かったらまっすぐ行きにくくなるけど、速いグリーンやったら特にタッチをものすごく繊細にボリューム調整しなあかんでしょ、はい、そのために重さが重要なんですよ。ベノックでは下巻きは 2g ちょうどって決めてんの、はい、でグリップも 62g これはね。でベノックでは初めからまっすぐ向けるヘッド、まっすぐ打てるタイミングが取りやすいシャフト、ショートパッドがミスりにくいグリップ、はい、細かく速いグリーンでタッチが正確に刻める総重量なり、はい、そんなんを見つけてパターを作ってる。でそんな感じでタッチ合わすのに最も重要なのがパターの重さです、はい、これ手元とヘッドの距離が近いですよね。こうやったら手元とヘッドの距離が遠くなる。遠くなったらヘッドが重く感じる、はい、近くなったらヘッドが軽く感じる。重さが今日の質問事項やったけど、はい、こんな説明で分かりました。いや、すごい重要なのは伝わりました、はいはい、結構みんな安易に鉛とか貼ったりするんで、ね、はい、
分からずやってることも絶対あるので、でもまあ姿勢も変わりやすいからね。ゲノックの場合はあなたに一番いい姿勢はここやから、この姿勢変えようにしてくださいねっていうもんね。そうですね。でその姿勢に合わせて一番見え方がまっすぐ向けるパターンにするって言ってた。はい、いろんなことがパターンにはあるんやけど、はい、姿勢と重さはタッチに影響します。はい、常にいい姿勢を守ってください。はい、そしたらこの重さでいきます。はい、ありがとうございます。重さについてはこんな話になってない、ちょっといろいろと話広がりすぎましたけど。いやいやすごいわかりました。はい、はい、勉強してください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、重さの重要性分かってもらいました。はい、もうすごく分かりました。しかもちょっと感動的やったでしょう。本当ですね、もう嬉しい方です。こちらが後ろ中ミリさんに作ったパターで、こちらが後ろ中ミリさんをフィッティングした時に調整した鉛付きのパターシャフトは同じアフロディーテが入ってます。はい、グリップも一緒、重さもぴったり一緒。はい、それを、フィッティングした状態で鉛張らずに作ったのがこちらでした。はい、はい、これの使い方を最近 OPM で習ってね、はい、うまく使えるようになってきましたね。はい、よくなってきました。はい、じゃあ、重さってなぜ重要だったか、はい、もう一回どうぞ。タッチが合わなくなるって教えてもらいました。はい、はい、そうですね。正しい姿勢で、一番、ボリューム調整がしやすい重さを見つけてベノックでフィッティングしてると。はい、で正しい姿勢を維持することをお勧めしてます。はい、ね、それがパッティングストレッチ。はい、ね、そうですね。それをやりながらパター練習に入ってもらうと、いいストローク、いい振り心地でパター練習ができます。はい、台湾も重いからね、グリーンが。そうですね、重くってもその重さに馴染むタッチ合わせの練習をしてから普通のパター練習しなあかんよ。はい、いろんなことをみんなやりたがるんやけど、一番自分にとっていい重さのパターをその日のグリーンの速さと自分の体を馴染ますっていうのが僕のおすすめ。はい、重いグリーンは重いグリーンなりにはさあ練習するんですよ。はい、速いグリーンは速いグリーンなりに練習して、はい、スピード感が合うたらちゃんと狙ったところに球が出るんでちゃんと届いてくれるだろうと思ってやってますんで、はい、その感じでいってください。はい、ありがとうございます。6月一緒に頑張ってください。はい、頑張ってきます。はい、では今日は重さについて語りました。だいぶちょっと話が広がりすぎましたけどね。勉強にはなると思うので聞いてください。ではまた来週。